それで、募集した結果はどうでしたか？隠さずに、ちゃんと正直に教えてください。そうでしたか。そうじゃないかなって思ってたんですけど。先輩、ありがとうございます。私、このままじゃダメですよね。もっともっと歌やダンスの表現力をつけないと。他の原因？他に何かあります？はい、何でも言ってください。変ですか？それはそうかもしれません。私は自分が素敵だなって思うスクールアイドルを演じてるので。考えたこともなかったです、そんなこと。でも先輩が言うように、ステージの上では私そのものじゃない偽物ってところがちぐはぐに見えたのかもしれませんね。私はそれがいいことなんだと思ってやってたんですけど、私が気づけないところ先輩は見てくれてるんですね。ありがとうございます。はい、でも新しいことを試してみたいです。理想のスクールアイドルを演じるんじゃなくて、自分そのものを見せる、試してみようと思います。って言ってもいいやり方を思いついたわけじゃないんで、先輩と相談しながらになりますけど。よろしくお願いします。ということで早速次のイベントの台本なんですけど。あ、そっか、そうですよね。私台本がないと本当に何もできなくて、感じたことを素直に表現。それならできそうです。では早速先輩の前で一度歌ってみてもいいですか？はい、先輩の前で歌うこの瞬間の気持ち表現したいです。